シアヌークビルはカンボジア南部のタイランド湾に面した港湾都市。市名は全国王のロドムシハヌークにちなむ。日本の外務省の表記及び現地カンボジア人の故障はシハヌークビルである。コンポンソムという名でも知られる。2012年の人口は10万856人で同国7ない。シアヌークビルは1964年に建設が始まった。 現在に至るまで、カンボジアで唯一、大震度岩壁を備える深み湖を有する。首都プノンペンなどとは、鉄道で結ばれている。その後のカンボジア内戦で開発は頓挫し、手付け数の自然が多く残ることになってしまったが、近年になって、リゾートとして脚光を浴びることになり、観光地化が進んでいる。特に、中国資本による観光開発、オンラインカジノを中心とするカジノ、 中国人観光客、労働者の流入とそれを受け入れるためのホテルや不動産開発が2016年頃から盛んになった。だが、カンボジア政府が2019年8月に表明したオンラインカジノイ法化規制によってバブルが弾け激しい社会変動に見舞われている。シアヌークビルは手のひらを沸ち取ったような形の砂浜に周囲を取り囲まれ、南と西の沖合には 原始的な熱帯林の残る島々が浮かんでいる。ビーチは、シアヌークビルの西を縁取るように並んでいて、北から南へ、順にビクトリービーチ、ラマーケービーチ、コーポスビーチ、インディペンデンスビーチ、ソカビーチ、セレンディピティビーチ、オーチュティールビーチと名付けられている。このうち最も人気があるビーチがオーチュティール、ソカ、インディペンデンス、ビクトリーである。観光地として、 ダイビングやシュノーケリング、釣りなどが許可されている。セレンディピティビーチ。オーチュティールビーチは長くて狭い筋のようなビーチであり、木馬王の木やガラスの日傘、レンタル椅子、飲み物を売る、小さな屋台が並んでいる。北の端はセレンディピティビーチとなる。セレンディピティビーチには、フルムーンの記念旅行の団体向けに、ビーチのすぐそばに小さなゲストハウスの部屋もある。ただし、 このエリアは大きな石が多く、泳ぐには不向きである。ソカビーチはセレンディピティビーチのすぐ西にある。このビーチは私有地であり、カンボジアで最初の高級ビーチホテルである。ソカビーチには広い白い砂浜がある。インディペンデンスビーチはソカビーチの西隣にある。このビーチの名前は昔のインディペンデンスホテルにちなむ。このビーチは広く砂もきれいである。 このビーチの北の端にはインディペンデンスホテルとコーポスビーチがあり、沖合わずか800メートルのところに小さい島がある。コーポスビーチの水の中は岩場が多い。ビクトリービーチはシアヌークビル半島の最も北にある。もともととはバックパッカーが好んでくるようなビーチであった。今日でも安上がりの旅行先として人気がある。このビーチの北の端には 大深度海溝がある。ビクトリービーチの南にはラマーキービーチと呼ばれる砂浜があり、ここにはハワイシーベレストランがある。ここは1950年代にカンポンソム信仰を建設するためにフランス人とカンボジア人の建設チームが基礎を置いた場所である。このビーチには付近の島までのボートのリバがある。こルセイには宿泊施設が存在する。 スーンネール島には、ヘビツカイの部族が経営するホテルが、オープニー予定である。桟橋も完成し、ホテルや、レストランもほとんど完成している。ロン島ロン島は、シアヌークビルの西に浮かぶ。この島の南西部には、5キロメートルにわたって伸びる、ビーチを持つ。この島の東南部には、真水が湧き出る場所があり、漁民が定住する。ロンサンロアム島ロンサンロアム島は、 コウロン島より、もう少し小さい島であり、その南にある。東の海岸にはビーチがあり、大きなハート型の入り江では、海類の養殖をしており、北の海岸線はロン島の目の前である。タン島シ島は、シアヌークビル本土の海岸線からはかなり離れたところにある。陸軍の前哨拠点が存在する。シアヌークビル自治港海に面したカンボジア唯一の、 国際港湾であるため1990年代後半から活発な開発が行われ、海上コンテナ取扱い量が増加している。施設建設を支援するため日本の優勝資金、協力や円借館も数度実行された。シアヌークビル港湾公社は2017年5月よ、カンボジアへの影響力拡大を狙う中国に対抗する措置であった。かつては、ここまで、 高速線が運行されていたが、道路の改修工事により、バスが運行されるようになった。1960年代に、プノンペンからの鉄道が建設されたが、その後の内戦により、後輩、2002年に運行が停止されていた。しかし大規模な改修工事を経て2013年より、貨物輸送を再開、2016年4月から、旅客輸送も再開された。ありがとうございます。